皆さんこんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思いまーす草恋新聞購読視聴規約ここでねこの動画を一旦とどめていただきまして大きな画面にしてここに記載されている第1条から第7条の文法を一5一句 読み飛ばすことなくお読みくださいどこが1箇所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたらこの動画の続きを見ることができませんすべての文言に承諾できた方のみこの動画の続きをできる、えー、視聴することができますそれでは行ってみましょう <laughs> LINE に登録してくださいねそして動画の感想をお寄せくださいステッカーを販売しております 令和元年12月21日土曜日暗号資産草コイン中野研究会皆さんお久しぶりですね、この動画。<laughs> 動画の撮影ね。あのー、びっくりしました。動画ね、12月一本も撮ってなかったですね。ライブはやってたんですけど、動画初めてですね、12月にってね。で、11月はね、 2本ぐらいしかやってないんだよね。だんだんこう、YouTube 怠けてきてしまいましてね。あれだけ毎日のようにね、YouTube 動画を録画してアップロードしてたんですけど、本当にね、あの忙しくなってしまってね、動画撮影をする時間がなかったんですよね。で、今月はですね、12月1日に、そうですね、12月1日に、 YouTube のですね、セミナーがあって、東京表参道のね、表参道ヒルズで、午後から夜までね、飲み会もあったんですけどね、YouTube のね、Google の。飲み会も参加しちゃってね、結構時間取られましたけどね、まあ、いい勉強になりましたね、YouTube 動画をこれからね、作っていくにはどうしたらいいのかっていうのを、まあ、あの、まあ、 チャンネル登録者50万人とか100万人いるね、諸先輩方も来てくれたんですよね、4人ぐらいね。まあ、佐々木朝妃さんとかもね、来てくれてね、あのー、目の前でね、いろいろなことを経験談を喋っていただいたんですけども、ああ、なるほどなぁと思うようなことがね、いっぱいありました。でね、その話の内容はね、一切公開しちゃいけないと。 いうことだったのでででちょっとと話すすことできないんですよねただ、プライベートの話とか、まあ,あの、ちょっと大事な話とかいっぱいありましたね。まあ、11月はね、えー、沖縄も行っ,た行ってたんですよね。沖縄に3泊4日行ったり、えー、山形県酒田市に行ったりね、すごく忙しかったです。ほんで、今月12月はね、えー、っと、熊本行ったでしょ。熊本行って帰ってきて、 その後松山、愛媛四国の、ね、愛媛県松山市、松山、徳島、神戸、奈良、静岡行って帰ってきましたね。で、それは5泊6日の旅だったんですよね。熊本入れると6泊ですね。6泊7日ですけども、あの、非常に疲,疲れましたね。 疲れて12月はほとんど外出でしたねあと帰ってきてからも個人コンサルティング FX のね個人コンサルティングが結構入ってたのでえっとまああの YouTube というとね、まあ、夜、えー、一般公開ライブをねやるのが精一杯だった感じがしますねで最近この2日間はねえー <laughs> 有料会員さんのライブやってますけど、今日の夜はね、えー、また一般公開ライブやろうかなって思ってます。で、今日の話なんですけども、えー、2つですね。まずは、えー令和 <coughs>、令和最後のポールポジションが取得できましたということですね。はいあと、えー、元三菱電機プログラマーがあって、私のことですけどもね。 FX の自動売買ツールの開発を行いますと。まあ、これは今年の頭に宣言してたんですけども今年の頭にね <laughs>、えー、DMM の DMMFX のデモトレードのですね、えー、キャンペーンに応募して、えー、見事1万円もらったんですよねそこで Amazon ギフト券をねそ,その Amazon ギフト券であのメタトレーダー4のプログラム開発の方を、ね、買おうとしてたんですけれども なぜか会社の決算のですね、税務処理の本を,本を10冊ぐらい買ってしまったというですね、ダメな人間でございますが、まあ、もプログラマーなんでね、全然あのプログラム開発なんて余裕なんで別に。で、一応元経済,経,経済産業省コンサルタントでもありますからね、まあ今はやってないんですけどね、もっとやってましたよ。はい、それでですね、この2つ <laughs>。 おまあ、メインにね今日は話していきたいなと思いますはいまああと仮想通貨の話もねちょっとしたいなと思いますけれどもまずは MT4 ですねえー、これは月足ですけども週足でですねまあ以前から言ってる通りですねえー、っとついにクライマックスが来たかなと思いますねまあ年末なんでね年末なんで えー、これ、えっと、ちょっと待ってねこ、えっと。ここが1月3日ですよね。はい、ちょっと待ってくださいね。これで、えっと、で、大体ね、下の線があるでしょ、ここの。ベースがありますよね。これが104円50銭なんですよね。ここがね。104円の50銭なんですよ。 なので、この、ここもついてますよね。これが、えー、2018年の4月、えー、3月ですね。でこれがまあ皆さんご存知のように、今年の1月3日ですよね。え、1月3日ですね。フラッシュクラッシュってみんな読んでたやつですね。 で、ここ、今年も一回つきましたね、100円50銭ね。これが、えー、今年の、びっくりしましたね、ここね。えっ、ー、と、ジューン、ジュライ、セプテンバー、オーガスト、どこ、ジューンだろう。まあ、8月ぐらいですかね。8月終わりぐらいですかね。つけてますね、ここね。 で、また上がってきたということですね。それで、まあ、私の見立てではですね、<laughs> まあ、大きなペナントフラッグの中で、ここペナントフラッグありますよね、こうやってね。ペナントフラッグっていうのは三角形の旗ですね。で、こう、い,いったんですね、こう、あの、この世の物事っていうのは円を描くんですよ。サインコ、コサインーブなんですね、全部。地球、太陽が地球、地球が太陽を回るのも、 円で,しょでまあ月がね地球を回るのも円だし <coughs> 全ての物事っていうのは円を描いてですね結局元に戻ってくるんですねそれで、えー、これもですね2018年3月からい大きな円を描いて2019年8月までとまあ1年6ヶ月ですね1年6ヶ月かけて大きな円を描いてますよとでちょうどね頂点に来るとですね人為的操作が増してですね 人間のね悪の力が大きくなって一旦落ちるんだよねでもあの自然の自然中力っていうのは強いからまた元に回復しようとする力があるんですよねそれでこういうですね、えー、三日月っていうかまあチーズがねチーズっていうかピザが1枚取れたような感じになるんですよねで今回どうなってるかというとまあこんな感じですねこんな感じでまあ行くんじゃないかと思ってて まあちょうど今、頂点になってると思うし、えー、この200日移動平均線に前回タッチしてるんでね、ここはね。今月の頭ぐらいですね、タッチしてるので、まあ、ち,ょうどちょうど下がるかなと。こんな感じでね。で、まあ、ちょうどその今、12月20日ですし、またこう、フラッシュクラッシュがね、これもね、確か12月の20日ぐらいからね、去年もね。 危なかったの、どん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 落ちてきて、最後、どっかーンといったんですよね。なので、まあ、ちょうど落ちるかなと。で、昨日がですね、12月の20日の金曜日なんですよね。金曜日でですね、もうアメリカ終わりですね、これでね。はい、あの今日からクリスマス休暇入ってますね。 見ますともう21、22で、23やるのかって言ったらもうやんないでしょ、クリープスマスのまんまいなんでね。24、2十もうずっともう年末休暇で休みですよね。そして <laughs> 来年も多分ずっと休みでですね、まあ、6日ぐらい、6日かまあ8日ぐらいからしかやらないですよね、アメリカってね。ヘッジファンド特にね。まあ、ヘッジファンドはもうずっと休みで13日ぐらいしか,から。 13日月曜日ですね。1月13日月曜日からしかやらないですから、動かないですよね、相場が。はい。それで、えー、ちょうどね、まあ、2年連続で、まあ、来てるということなので、ここも、ちょうどね、一番上に来てるんで、まあ、こうやって来て、またこんな感じでね、えー、行くんじゃないかと。まあ、これと同じですね。掃除系ですね。を見てます。なので、えーまあ、ここ、ポールポジションでね、 まあ、下行くっていう。まあ、ポールポジションだここもポールポジションですよね。で、ここもポ、ここもポールポジションですよね。で、これはよく覚えてるんですけど、去年の10月2日ですね。10月2日に、114円、114円52銭ですね。52銭。ここ、まあ、ここでずっとショート持ってれば、えー、ここら辺、まあ、ほとんど同じとこまで上がってきてるけれども、 <ま>た <laughs> 下がって、でまた上がってきてますけど、まあ、同じとこまでは上がってないですよね。うん、で、ここが、ここがですね、100、112円、50銭ぐらいですかね。50銭ぐらいだと思いますね。<laughs> うん、んちょっと待ってくださいね。 はいそして今回のここのポールポジションですね、えー、今年の春、春のポールポジションが1 1 0円50銭、で今年の、えーまあ、冬のポールポジションというんですかね、それがですね、えー、109 8円1 0円70銭ですね、109円70銭、109円70銭でしたね、なので、まあ、こういうところでポールポジション取れればいいですね。それで ポールポジション、ポールポジションって言って、これ、まあ、ドーンと落ちて、まあ、一旦反発して落ちると思うんですけどね、まあ、このまま落っこっちゃうかもしれないですよ、これずっとね。で、まあ、75円まで行くんじゃないかと、まあ、場合によっては65円まで行くんじゃないかって話がね、ありますけれども、このまま行くのかって言ったらそうじゃなくて、やっぱりこうやって反発して、えー、行くんですよね。ですから、まあ、もしね、ここからここまで、まあ、104円、 まあ前回と同じだったら50銭ですけど、まあちょっと、保険をかけて104円70銭ぐらいですね。104円70銭ぐらいで、まあショートを一旦掲載すると。また上がってきますからね。そういうのも一つの手ではあるんですよね。まあ小銭稼ぎではないですけれども、これ、例えばね、今回私はいくらを持ってるかというと、 えもうここ、もうほぼほぼ上ですね、ポールポジションのほぼほぼ上でここでエントリーしてるんですよね、ショートポジションをね。で、ここがですね、だ、え、い、ー、たい109円60銭ですね。109円60銭。109円60銭で、まあ、これですね、これ。まあ、ここでもエントリーしてますけど、109円 ごめんね、ここ,こ,、ねこの、このやつが109円、109円、<laughs> 60銭でショートポジション、まあ、2つ入れてるんですよね。これね。そして、まあ、あの下104円70銭まで、まあ、落ちることを見込むと <laughs> ですね、<laughs> まあ、年、ね、あの年始でですね、まあ少しお小遣い取れると。 104.7ワット。まあ、ああの、490ピプスですね。4円90銭なんで、490ピプスですね。これを例えば、まあ、100万通貨でしたらどうなるかというと、はい。え,ー、え ?100 万通貨だと490万ですね、これね。490万になるわけですね。なので、 100万通貨っつったら、XM だったら20万円あればね、余裕で100万通貨入れられるんで、まあ、50万円あるので、50万円あるので、200万通貨入れたいっていう人がいれば、490ピープスかける5 0万通貨か。だから、1ピープス5000円ですね。うん、ちょっと待って。 えー、ちょ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 、1ピープス2万円ですね。2万円ですね。だから 490×1 ピープスが2万円ですから、980万円ですね。約、約1000万円ですね、年末ね。まあ、約1000万円、年末ね。えー、まあ、50万円の証拠金。まあ、これが取られるわけじゃないですよ。取られるわけじゃないけれども、 まあ50万円取れるわけじゃないですよ。これ、まあ、借りてきてもいいわけですけれども、これが、まあ、約、約1000万ですね。年末、年末年始、まあ、年始だと思いますけどね。なるので、非常に美味しいかなと思います。まあ、去年だったら1月3日のフラッシュ、クラッシュですね。で、104円70銭のところに、えー、差し値入れとかないとね。差し値入れないと、ピョーンって戻っちゃったときには、えぇ、ー、もう、どうにもならないですから、 差し値で引っかかってね決済されるようにしないといけないです。はいで、またねあの、金曜日ですね、えっと、また上の方少し戻ったんですよね。戻って、えーまあ、ポールポジションここですよね、私はね。で、今ここにいますよね。で、間があまりないので、まあ、月曜日の朝ね、また様子見ながら、ショートのポールポジションを入れてもいいかなと思いますよね。したらまあ 一約1000万円は取れると思います。年末にね。うん。年末年,年始ですね。年始に1000万円は取れると思いますので、まあ、あの、1000万円じゃ足りないという人もいると思いますけれども、まあ、1000万円じゃ足りなければ、100万円をするかですね。100万円をすれば、500万通貨入れられますから、 100万円用意して100万円がなくなるわけじゃないですからね、まあ、場合によってはなくなるというだけですけども490ピープスかける5万円ですね1ピープスがね2450万ですね年末年始ですね年始にだから 年明けですね、年始年始のお年玉として2450万円が、まあ、入ってくるって感じかな、まあ、一応4000万円までいかな,いかなければ、えー、と税金55%以下なんでね、これは今いくらか30%くらいかな、2150万だったらね。はい なので、まあ、2150万円ぐらいだったら、えー、まあ税金もそんな高くないしね、まあ、いいのかなと思いますけどね。なので、えー、今、非常にねいいチャンスですから、えー、まあポールポジションは私はもう取っちゃってますけど、これ下がってくると思うんですよね、もうね。もうだって やらないですからね、そのヘッジファンドも休み入っちゃってますからね、金曜日でね。なので、あと落ちるだけなんですよね、いつもね。毎年その通りに、毎年そうなんですよね。うーん、だから、ちょっとね、気をつけなくちゃいけないかなと思います。これまで、ね、ずっと落ちてますもんね。ここも落ちてるでしょ、デッセンバーでしょ、これ。だから、デッセンバー、ここ12月ぐらいずっと落ち,て落ちちゃうんですよね。 これはまあ3月ぐらいまで落ちてますけどね、去年はまあ1月3日で反発しましたけど、とにかくまあお正月休みはフラッシュクラッシュがあるってことですね。はい、それと、まあ、これ、ドル円ですけれども、ドル円 fx フレックス、まあ,あ、本当にもう、もじ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 しちゃって、最後のまあ1ヶ月間、2ヶ月間ぐらいはもうどうしようもならない、まあ、誰も儲かんなかったんじゃないかっていうぐらいですね。 横ばいでしたけどもね、まあ、ようやくまあ大きな流れでいくって感じですかね、横横ですもんね、上がね、もう完全に横横なんで、あとは下がるだけですね、やっぱね。うーん、まあ、これファンダメンタル的にも下がるかなと思います。はい、あとですね、えー、っと、まあ 元水日電機プログラム、あ、これは後にしようか。あとは仮想数貨ちょっと見てみましょうかね、まあ。ビットコインなんですけども、財布ビットコインですが、弱いですね、やっぱね。非常にまあ弱い、弱含みかなと思ってまして、これ、冷やしですけども、まあ、最後にちょっとね、70万円ぐらいいってしまって、最後に反発して、今は78万円なんですけど、ちょっと落ちそうですね、やっぱね。 まあ一応、まあ夜のライブでいつも言ってるんですが、まあ私の見立てでは、まあこれはペナントフラッグなんですよ。これドル円と一緒でね、ペナントフラッグをつけてて、うん、ちょっと待ってくださいね。あ、ちょっと待ってください。これ間違いなんで、ここどこ なんとフロックつけてるんでねえー、これ2017年の年末ですよね250万いってきましたよねでこうなってますよね一つがねでもう一つがもう一つがまあこの辺か この辺からですねこの辺からか来てるやつがありましてねこのもうちょっと上かこの辺ですよねだからこれをこんな感じでペナ,ルフペナントフラッグが形成されるわけですよねまあそこね切り上げの高値切り下げですから はいそれで、ここからどうなるかって話なんですけども、まあ、基本的にはですね、ちょっと待ってくださいね、これか、ドル円、あ、違う、ビットコインっていうのはこう上がって、まあ、下がってですね、こういうサインカーブを描くんですよね、物理現象っていうのはね、世の中のねで、こうやってまあ下がるって、 で、上がって、こうやっていくんではないかと、まあ、一般的には考えられています。それでですね、<coughs> まあ今、ここが78万円ですよね、今、今日現在がね。ここまで落ちる、落ちると思いますね、ここまで。そうすると、まあ50万円ぐらい。まあ48万、48万円ぐらいまでね、落ちるって、僕は観測してます。 かなりね、落ちちゃいますけど、フラッシュ、まあ一応上げ、上げるためには下げないといけないので、ビットコインが48万円まで下がると、ほんでこれいつ、いつ下がるのかっていうと、まあそうですね、2020年1月ですかね。来年の1月から2月が一番厳しいかなと思いますね。下げて、こう下がってくるでしょうね。 そして上げてくるのはいつかっていうとですね、まあ、ここからまあずっと上げてきますから、えー、40万,万円とか、48万円つけたらねビットコインの価格つけたら、まあずーっとか買っていけばいいと思います。そして、ここの150万円を超えるのはいつかっていうとですね、前回高値のね、150万円を超えるのは、ここですよね。 やっぱり来年の4月から5月ですよね、やっぱりね。うん、5月。まあ、今年もそうでしたけどね、すごい上がりましたよね、これがね。これが、あ、こここ,こですね。ここがギューンと上がったのが、まあ、今年の3月から5月ぐらい、6月ぐらいですよね。これ、来年の4月ぐらいですかね、えー。150万円を超えて、これビットコインですよ。うん じゃ250 0 0万円2万円超えるのいつかっていうとですね結構早いかなこれは250万円超えるのうーん8月ぐらいじゃないかまあ8月ぐらいかなまあ閑散期ですけどね8月ぐらいに250万円をビットコイン250万円来年超えていくんじゃないかなと思いますうんまあいろいろね世界的に動きがあるんだよねビットコインとか仮想通貨につきましたよね あと、問題はね、リップルなんですけども、これね、ビットバンクのリップルなんですけどね、これ非常に、まあ、ちょっと、きついことになってて、今21円081ですよね。で、まあ、割り込んじゃいけないところも割り込んでしまって、まあ、2017年の爆上げ直前のですね、27円を大きくました下がってると。 で、1時19円まで下がってるんですよねでこれ、どこまで行くかって話なんですけど、まあ、2017年の底値、まあ、これの底値がですね、14円60銭ぐらいなんですよね。そこら辺までは下がってしまうかもしれないですね。まあ、あとちょっとしかないですけども、うん、立 リップルはね、ちょっとリップル財団がお金がなくなってしまって、新しい仮想通貨を発行して ICU でお金を募っているっていうね、まああの、非常にまずい状態ではあるんですけども、まあ、リップ、リップですね。リップルは14円。 60銭まででいくかもしれないですねだから14円台に入ったら、まあ、買えばいいって感じかな今持ってる人非常にきついですねまあ50円とか70円とか100円とかね、まあ、200円とか300円とかで持ってる人はもう本当にもうまあ価値がねなくなるぐらいまで下がっちゃってるんですけどもまあもうちょっと下がるんじゃないかなと下がってからまあビットコインが上がるのと同時にまあ上がってくると思うんですよね まあ、どこ、どこまで上がるのかっていうのは、まあ、ファンダメンタル次第なんですが、まあ、一応1000円まで行くんじゃないかなという予測がね、一応されています。で、前回が400円ですね、これね。400円だから、まあ、これの倍以上2.5倍ですね。行くんじゃないかと思われているし、まあ、思わなくちゃいけないって感じですね、ここまで。まあ、ここまで下がっちゃったら、 まあ、きついですよね。神頼みっていうのもあるかもしれないですね。はい。で、まあ、ニュースといたしましては、まあ、いろいろあるんですけども、セリングクライマックスとかね、ビットコインで、ね、まあ、大きく売られるんじゃないかってあるんですけども、うん、コインポスト見てみますかね。 まあリップル三大テーマの発表とか書いてありますけれども、ネム財団もまだ眠からお眠から冷めないし、アメリカは仮想通貨法2020を提出ということがあるということですね。うーん。まあ、なんとも言えないですね。どれもこれも、えー、どのニュースもまあ、 あまりですね、仮想通貨、まあ、ビットコインを爆上げさせるようなニュースにはならないかなというふうには思っております。ただ、まあ、アメリカ人がね、結構、ビットコイン、今年は買いましたから、まあ、アメリカのトランプ大統領がね、やっぱり、大統領再選するためにですね、ビットコインの価格も上げないといけないと。 いうことでね、株の価格もすごい上がりましたけどね。もうあの、前代未聞の謎の爆上げを機能してましたよね。うん。あの、もうバブルですね、完全にね。はい、バブルで、ニューヨークダウが謎の爆上げしてましたけど、もうドル円はもう、そういうおとりには乗らないよって感じでしたね。はい、全然、あの、ま、あ少し上げたけど、ちょこっとだけですからね。 えー、ニューヨーク時間から少し上げましたけど、それでも、まあ、34ピプスしか上げてなくて、あ、そうだな、ここから <coughs>、ここからがニューヨーク時間か。22ピプスしか上げてないですね。でも、えー、ニューヨークダウは爆上げしてですね、謎の爆上げをしたと。まあ、あれはもうあれですね。年末最後なんでってことですね。で昨日で最後なんで、h ドは。だから、まあ、月曜日からもうだだ下がりですね。 誰も買わないんで、売るだけしかないんでね。ドルもね、ニューヨークダウンもね。だから、やんない方がいいですよね、年末は。年末年始は、まあ、基本的にはこういう株とか為替っていうのは、絶対やっちゃダメですよね。うん、何があるか分かんない。まあ、下がる下がるって、爆上げの時もあるからね。何があるか分かんないですけど、まあ、大体毎年見てると下がってるよねと。下げてるよねっていうことですね。はい、あと、まあ、最後にですね。 あのえー、元三菱電機プログラマーが FX の自動売買ツールの開発を行いますということでまあ,あの Amazon のねあの Amazon で、まあえー、Amazon で MT4 っ入れていただくとここでね、えー、MT4 ですよね。 FX のメタトレーダー入門とかね。えー、まあ、これも同じ人書いてますけどね。えー、あと FX メタトレーダー実践、プログラミングありますけども。まあ、他にも、あの、e、EA、EA っていうのは自動バイ,バイツールね。プログラミングとかいろいろあるんですけど。まあ、この方をね、まあ、今から何年前かな。2014年ぐらいかな。 だから6年前に買おうとしてたんですよね。6年前あったかななんかあったと思うの。本屋に売ってたんですよね、これね。こ、<laughs> このやつが結構古いんですよ、この本もね。えっと、いつ書いてるんですかね、これね。確か、2007年ですからね。売ってますね、余裕でね。2014年だったらね。 で、今回この本とこの本買いました。で、これは、あの、Kindle で無料で見れるんで、僕プライム会員なんでね。これはまあ、あのダウンロードしておきました。で、こっちが2009年なんでね。まあ、本屋行くと、この FX メタトレーダー、MT っていうのは、MT4 っていうのはメタトレーダー4のことなんですよ。で、これを、本売ってたんで、なんとか買う <laughs> チャンスがあったんですけど、えー、っとね、 むちゃくちゃ忙しかったですね経営コンサルティングとかねなのでなかなか買えなかったんですけどえ本日ねこの本買いましたでまあこっちが526ページですねでこっちがまあこっちは基礎編ですか入門編ですからねこれまあこっちは読んでもプログラム開発はできないと思うんですけどまあただ全体的な考え方を押さえておかなくちゃいけないですね377ページ こっちが526ページですね。で、あと、これがキンドルなんですけどね。これもこれで良さそうですね。まあ、プログラミング入門なんでね。まあ、僕に必要ないかもしれないですね。入門は。はい。382ページですね。ということで、まあ、あのー、一通りですね。<coughs> あのプログラム開発なんてのは簡単でねだ、誰でもできるんですよあの。日本語が分かればね、まあ、カタカナとかひらがなが分かれば分かる。プログラム開発は誰でもできるんだけど、要はロジックですよね。ロジック。まあ、難しい言葉で言えば、えー、そうだな。まあロジックです。ロジックっていうか、なんていうんですか、そういうの。 えっとアルゴリズムですねアルゴリズムが問題なんですよねだからまあロジックアルゴリズムいわゆる何をすれば勝てるのか FX でね。でね何をしちゃいけないとかあるじゃないですか例えば難品したら勝てなくなる確率が高くなるとかね難品、えー、難品どでとかありますよね あとは、えー高レバレ、高レバレッジとかね、でまああのー、普通ね普通の MT4 を使って、スピード,、えー、ド MT4 とか使うと、頭に血が上って、ですね何でもやっちゃうわけですよね、今、チャンスだと思ってね、負けても、えー、すぐね、土填したりね、難品したり、えー、レバレッジ高めたりね、入金したりね、やっちゃうわけですよ。 頭で分かってんだけど、体がついていけないんですよ。それが FX で負ける原因なんですね。なので、一番の王道っていうのは、チャートを見ないことなんですよ。チャートを見なければ勝てるんで。でも、チャートを見ないではいられないのが人間の差がなので、じゃあどうしたらいいかって言ったら、この自動売買ツールに任せればいいんですよね。ソフトウェアに任せればいいですね。ソフトウェアは、あの感情が、感情を持ってないので、負けても勝っても、あの、頭に血が昇らないんですよね。 あのルール通りにですねアルゴリズムが動いてくれるだけなんですよなのであのまあ私がね今まで買ってきてるですね、えー、ロジックっていうんですかねまあアルゴリズムっていうか、まあ、ルールですよね経験則ルールを、えー、三菱電機品質でですねプログラミングをしてですねまあお正月休みに開発できればと思いますが、まあ、まず読んで そして、まあ、年1月ぐらいにリリースをしたいなと。まあ、有料会員さんには、ね、無料でリリースしたいなと思います。あとは、あのご存知の通りですねあの使用のな、使用の流れが変わるので、えっと、プログラムを開発したところでですね、やっぱりこう各種パラメータを逐一変えていかないと、勝てるものも勝てないから、 まあ中野研究会に入っている人は、逐一ね新しいパラメータにセッティングをして、コンパイルした自動売買ツールをまあ無料で常に配布していくというようなことをやっていきたいと思います。またま、クラウドファンディングみたいな形でね、元三菱電機プログラマーで、経済産業省のね霞が関の本庁と別館のセキュリティのコンサルタントもやってました、私はね。関係ないですけどね。 <laughs> FX には関係ないですけどね。で、まあ、元三菱電機プログラマーは、まあ、少しプログラマの経験あるのかと。品質保証のね、観点からもね。まあ、そういうのは関係あると思います。あとは、まあ、FX ずっとやってるよってことでね。まあ、ロジック、まあ、勝つロジックが重要なんですよね。で、勝ち方は分かってるんだけど、みんなね。勝ち方は分かってるんだけど、体がついていけないだけなので、まあ、これはあの、自分でやるからついていけないだけなんで。 プログラムにねやらせればいいいと思いますそんな形でね、今日は、えー、<laughs> 久しぶりの動画を作りましたね。11月もね、確か2本ぐらいしか動画作ってないんですよね。まずかったですね。まあ、有料会員さんに対する、えー、夜のですね、ライブは毎日やってたんですけどね、11月もね、12月も。まあ、12月は、あの無料会員さんのライブもかなりやったかなと思います。 で、まあ、これをね、機にですね、また、毎日動画をね、作っていきたいと思いますし、えー、っと、もしね、あの、まあ、三菱電機品質のですね、えー、MT4 の、ドルエ MT4 の自動売買ツール欲しいという方がいらっしゃいましたら、まあ、クラウドファンディングみたいな形で、今からね、販売しようかと思います。まあ、いくらにしようかね、と思ってるんですけど、まあ、一応、 まあ、2000万、5000万から1億円ぐらいまではね、稼げるような形で作りたいので、じゃあ、500万でとかいう話になるんだけど、500万でも安いよね。ただ現実的じゃないから、まあ、5万円ぐらいかな。5万円ぐ、5万円で5000万になったらいいよね。そんなにいい話あんのかって話だけどね。一応僕は、あの1、1億とか5億とかになるように作りますけどね。 うん、自分の FX がもうめんどくさくなってきたから、プログラムに任せたいなと思ってます。なので、それと同じものを、まあ、一応メンテナンスしないといけないんでね、まあ、毎日のようにね。だから、長野研究会に入ってくんないと、一旦リリースしたものっていうのは、多分数週間しか使えなくなっちゃうと思うんですよ。また利益出なくなってくるからね。まあ、下手すりゃ損失出てくるから、 あの中野研究会は毎月1万1000円ですけども入っていただければえ無料でね差し上げますからねしかも毎日メンテナンスしたやつをね差し上げますから最新版をね毎日リリース毎日か毎週かリリースしますんでねぜひぜひ今のうち中野研究会1万1000円で入りますからねでも貼、まあ、り方は、えー、この動画の動画解説欄にですね、えー、の真ん中の下の方に書いてある私の社団法人 一般社団法人マイナンバー法第三者認証機構ですね。の法人口座がまあ三菱 UFJ 銀行松戸支店にあるんでね。そこに1万1000円振り込んでいただいて、振り込みましたって言って、電話かメールか LINE でご連絡いただければ、そこでも入会したことになりますんでね。毎月1万1000円かかるんでね。月末までには入金するってことを <coughs> ですけどもね。ぜひ。 お試しいただければと思います。それではね、えー、今日の夜もね、YouTube ライブやりたいと思いますので、頑張っていきましょう。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。ありがとうございました。失礼いたします。